南口改札口ホーム富士見が、岡駅は、東京都杉並区久賀山5丁目にある、京王電鉄井の頭線の駅である。井の頭北関区所属。駅番号は、イン13。島式ホーム1面2線を有する地上駅であり、京城駅舎を持つ。現駅舎は2010年3月に着工し、同年12月26日に共用を開始した。コンコーストホーム。 コンコースと北口地上部との間にはエレベーターエスカレーターが設置されているが、コンコースと南口地上部との間にはエレベーターはあるがエスカレーターはない。2010年12月まで使用されていた旧駅舎につながっていた地下通路は南北自由通路として損置されている。駅西側には、富見が、丘県区がある。また、 駅西方の上り線と下り線の間に引き上げ線があり、これを利用して朝ら主人に当駅渋谷駅間の区間運転が設定されている。そのため、ラら主人には着席目的で始発電車を待つ乗客で混雑する。トイレは2階改札構内にある。ユニバーサルデザイン設備として誰でもトイレも整備されている。 2020年度の1日平均乗降人員は1420人である。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通り、南北を商店街に挟まれており、駅前にはロータリーなどはない。商店街を外れると完静な住宅地が広がる。ありがとうございます。